お世話になっております。和美です。年末年始に大騒ぎしたカルロス・ゴーン氏の逃亡劇。正直、現在は全く話題にも上らず、一発屋の様相ですね。そんな、ゴーン氏、てか、容疑者ですね。忘れてました。逃亡したレバノンがデフォルト債務不履行に陥ると報道がありましたので、お伝えしますね。時事通信の記事によると、レバノン政府は7日、3月9日に償還期限を迎える外貨建て国債12億ドル約1260億円の返済について、財政難を理由に見送ると発表した。レバノンがデフォルト債務不履行に陥るのは初めて。同国は長年の汚職や政情不安を解消できず、深刻な財政危機に見舞われている。レバノンは経済低迷で、外貨準備高が急減。公的債務残高は、国内総生産 GDP の約 170% で、世界でも最悪レベルになっている。ディアブ首相は7日の演説で、国が対処できる債務水準を超えてしまった。危険水域に低下した外貨準備は、国民のニーズのために使う必要があると説明。銀行などに債務再編を求める方針を示したが、協議は難航しそうだ。とのことです。作家の門田隆翔氏もこの件でツイートしていまして、レバノンが償還期限の12億ドル約1260億円の外貨建て国債の支払い延期を表明。デフォルトだ。政府債務はGDP の 170% で、今年計46億ドルの債務が返済期限を迎える。さあ、ゴーンをどこまで囲い続けられるか。政治混乱必至の中、日本の外交力が問われる。ゴーンに安住の地はない。と、投稿しています。なんか、ゴーン容疑者、日本にいた方が良かったんじゃないか？と、思うんじゃないかという展開。お金があれば、楽しく暮らせる国であっても、その国自体が政情不安になって、デフォルトしてしまうとか。どんだけ話を盛り込んでも、なかなか書けない小説になってきましたね。世界がコロナで、大騒ぎになっている件も、絡んでいるとは思いますが、ゴーンちゃん、波乱万丈人生、爆心中ですね。かっこ、笑い。それでは、ネットの反応を紹介します。今回の逃亡劇で得したのは、逃亡を手引きした人たちだけのようだな。さあどうする、カルロス・ゴーンよ。周りにいる奴らは、あらゆる手段で、ゴーンの資産を狙うだろう。お金のあるうちは、何でも頼み通りに動くだろうが、尽きた時は最後だろうな。続報が楽しみになってきたわ。なんか、もう、年始からの2ヶ月で、いろいろありすぎて、みんなに忘れられてしまったゴーンさん。こうなったら、一か八かだ。レバノンから、YouTuber デビューする説。もしくは、Netflix に、売り込むしかないな、とにかく笑える展開。これで、レバノンの通貨は、インフレを起こし、銀行からの出金も、さらに厳しくなる。汚職の粛清が始まれば、お友達の公人たちも、距離を置くだろう。厳しい監視下で、口座も抑えられるかも。そうなると、先にも挙げられていた通り、レバノンが外交カードとして日本に引き渡すのが、レバノンにとって最良の選択に見えてしまう。しっかり値引きして引き取ってあげるかな？かっこ、笑い。カルロス・ゴーンさんはどうしているかな？と思って検索してみると、レバノンがデフォルトするとのニュースが出てきて、あ、ありゃ？喜劇としか言いようがない展開。実は疫病神とか、貧乏神なんじゃ、いかがですか？皆さんはどう思いますか？今後も、和美は頑張っていきますので、よろしくお願いします。皆さんの意見を、コメントで教えていただけると、嬉しいです。ご視聴していただき、ありがとうございます。チャンネル登録、高評価の応援、コメントもお待ちしてます。ありがとうございました。